おっぱいがちっちゃくなるとかないですよ。下ろした時はちょっと見えづらくなる位置があるので、そこから取った方がより綺麗になるので。脂肪デザイン部の葛島先生です。本日は修正手術についてご紹介したいと思います。修正手術は大きく2つありまして、まず1つ目としては取り残しを修正する場合、そしてもう2つ目が横ついてしまったものを改善する場合、この2つがあるんですけども、今回は取り残しを修正するパターンをご紹介させていただきたいと思います。実際に症例写真だけですと修正手術を紹介するのって難しいんですけども、動画ですとつまむことができるのでよりイメージしやすいと思うんですね。なので今回の動画では修正手術のポイントをデザイン風景とともにご紹介していきます。今回の動画では傷跡に注目してほしいです。脂肪吸引する上で傷はなるべく目立たないところに作りたいんですけども、今回のお客様ですと傷口が目立ってしまっております。どこの位置に傷を作れば目立たずに綺麗に脂肪吸引できるのかに関しましては、こちらの公式 LINE に登録していただいた方限定で無料で資料もお渡ししておりますので、ぜひ参考にしてみてください。今回は二の腕とこのウエスト腰ですね。前回やったのは2022年5月、2022年11月、1年ぐらい前ですかね。そうです。その時は、両方とも同時にやりました。腰と二の腕。そうです、一緒です、うん。麻酔とか気持ち悪くならなかったですか？大丈夫でした。はい、今回一番気になってるのはこの腰のところ。そうです、あと二の腕ですよね。今度難しいので、ね、しっかり取っていきますね。はい、ここに傷があると思うんですけど、これは背中ですかね。背中を取るときに何だと思います、はい、今回も背中あるんですけど、はい、この脇の中からでもいいですかね。あ、はい、今多分ちょっとこの辺にあるんですよ、傷が、はい、ここにあるんですけども、ここじゃないところでもいいです。あ、はい、このなんか脇の中、手を下ろした時はちょっと見えづらくなる位置があるので、そこからやっていった方がより綺麗になるので、これやっていくのが大丈夫ですかね。でそこから背中全体取れるので、そうするとこの背中のちょっと先で取るところがあるかなと思います、ね、後ろ側とか多分取ってると思うんですけど、こういうところ、ここに座れますよね、はい、こういうふうにした時とこういうふうにした時つまめる量が違うので、はい、こういうところはあんまり取られてないと思うんですけど、こういうところもしっかりやっていきますね、はい、こっちはでも意外といい感じですね、うんうん、こっちはこうですね、その全周、全周でやると綺麗に見えますからね、二の腕は。まずここですね、ここのところしっかりデザインしていきますね、はい。ここを取るとよりなんかこの辺のくびれっての分かりやすくなるのかなと思うので、はい、持ってきます、ね、前回その傷はこの腰のところだったと思うんですけど、ここだとやっぱりその取れる限界がやっぱあるので、ちょっと2箇所に作る形になるんですけども、いずれもパンツの中なのであまり分かんないのかなと思うので、そこから大丈夫ですかね、はい、あとはこの段差がなるべくカクカクってなんないように、はい、うん、やってくれいいですか。はい、なるべく限界までくじで、はい、そうですよね、はい、うん、ここのところにしっかりボリュームを落としてやっていきますね、はい、やっぱ練習なので、やっぱこういうふうにした時にね、こっちの方がつまめる、うん、足を取るとこ多いんですけど、こっち取るとこ少ないので、こういうところもしっかりやっていきましょうね、はい、脇の毛とかですね、こっち側ですね、しっかりやっていきますね。あとここの肉、ここを取ると多分閉じやすくなるので、はい、そこもやっていきますからね。こうやって大丈夫ですよね、おっぱいの、あ、おっぱいがそこがちっちゃくなるとかないですよ、そこもプラス見ながらできますからね、はい、これなんだかんだ意外とあるじゃないですか、はい、そうそう、ここしっかりやっていきますね、はい、大丈夫そうですか。はい、大丈夫です。はい、これも傷はね、同じとこ使えそうなのでやっていきますね、うん、じゃあ全体としてまだちょっと取られてないところをしっかり取って、
かつ首投げるように、うん、やってきますね。今ですね、上半身の手術が終わったんですけども、修正手術で取れた脂肪の量っていうのは 500cc ぐらいですかね。表側ですね、腹筋と二の腕の前側が終わりました。裏側との吸引の合計で 800cc ぐらい取れたのかなと思います。裏側で 600cc、 表側で約 200cc の脂肪が吸引できました。2回目の修正手術、二の腕は3回目なんですけども、ウエスト腰は2回目、修正手術なんですけども、結構な脂肪の量が取れましたので、2回目以降の脂肪吸引で悩んでいる方、自分がまだ脂肪取れるんじゃないのかなって悩んでいる方はちょっと参考にしてみてください。皆さんいかがでしたでしょうか。私のところにいらっしゃるお客様の約5人に1人は修正手術のお客様です。修正手術で綺麗になる場合もありますが、正直困難な修正も多いです。脂肪吸引をご希望のお客様は初回の手術が一番大切ですので、しっかりと調べた状態で施術をすれば失敗する確率を減らすことができると思いますので、ぜひ本日の内容を参考にしていただければ幸いです。今回の動画がいいなと思った方は、チャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたら、コメントしていただけますととても嬉しいです。それではまた。